動く気しねえな。よう、チンピラ。ああ、さっきのなんだ、おっさん。お前ら、流動一家の若いのじゃねえのか。ああ、だったらどうした。ちゃんと賃貸料払っている仇にいきなりこんなもんちらつかせてどういう了見だ。はっ、仇だと笑わせんな。背中にあんなもんもん背負ってる仇がどこにいるってんだ。とにかく子供たちが怖がってるんだ。もう二度と顔見せるんじゃねえ。俺らはな、内地からシャシャリ出てきたやつが大嫌いなんだよ。とっとと沖縄から出ていけ。それが立ち退きの理由か。さあな、どうしても知りてえなら直接親父に聞くんだな。ちょっと待て、どこへ行く気だ。流動一家の事務所、お前らの親父とやらに会いに行く。あ、兄貴、今すぐ組に連絡を。あ、わざわざ組に連絡入れるようなことするんじゃねえ。俺らの仕事はあんたの監視だ。だが、好き勝手に事務所に行ってもらうような真似されちゃ困るんだよ。そんなことされたら俺の顔が潰れちまう。じゃあどうすればいい。どうしても生きてえってなら俺を倒してからにしな。ほう、そんなことでいいのか。なめた口聞いてんじゃねえぞ、おっさん。てめえ、頭に本当に勝てると思ってんのか。頭？そうだ、兄貴は天下の流動一家の若頭、捨て頃のハブこと島袋力也さんだ。それでもやるって言うのか、おっさん。やめとけ。ああ、お前自分の顔潰したくないんだろう。そんなこと言ってやめようとしてんじゃねえよ、腰抜けのおっさん。沖縄じゃどれだけ有名か知らねえが、そんな脅しが通るほど世の中甘くねえぜ。持ってろ。よし。どうだ、なかなか立派な蛇だな。違うわボケ、蛇じゃねえよ、ハブ。ハブだ、ハブ。捨て頃のハブっつってんだろ。ハブもヘビも同じだろ。違うわ、ハブは沖縄の魂だ。俺は沖縄の心を背負ってんだよ。相当地元のことを好きなんだな。そうよ、
内地のあんたに本物の沖縄もんの強さを教えてやるぜ。ミケオ、てめえは絶対に手出すな。あ、はい。覚悟はいいな。ああ。行くぜ！はっ！痛いもん見せてやるぜ。内地の腰抜けのおっさんのパンチは痛かったか。約束だ、お前の親父のところに案内してもらおうか。はい、わかりました。Hey.